ええと、今回はですね。あのカランビットナイフについてです。あのまあ、カランビットナイフについては、まあ自分のまあ、過去の動画でも何回もですね。その有効性とぜひ持っていただきたいということをまあ、何回も言ってきたんですけども、またちょっと今回改めてですね。あのお願いという形で、あのこの動画を上げさせていただきます。あの、それはですね。あのまあ、そのカランビットナイフっていうのが。 ま非常に有効な武器であるということですね。まずそれが1点です。で実際にあのまだ購入をですねまだ一歩もされてなくてまあ、これから購入してみようかという方がいましたらですねあのぜひ早めにちょっとお願いしたいということでこの動画を上げます。えっ、ー、とまずあのカランビットの有効性についてはまあ、過去に何回も触れてますけどもまあ、非常にすごい武器です。まあ、特にあの大きな苦難の支流が刃物という中において。 このカナミッとナイフを持つことによってある程度の武装がですね、まあ、完成するって言ってもいいぐらいそのすごい武器です、まあ、そのすごい刃物の切れ味ってことですねでこれは実際手に取っていただかないとその凄さっていうのは分かりませんし、まあ、やっぱりあの多少の練習はいります練習といってもまあ実際手に取っていただいて、まあ、一度その振ってみたりとかですね切ってみたりするとその有効性っていうのは分かります。 ですからやはり一度一本手に取るというのは非常に重要なことなんですけどもそのカランビットが今ちょっともしかするとですね今後ちょっと手に入りづらくなるんじゃないかという危惧をしています。まあ、それはですねあの例のボーガンの事件があのつい最近ありましたあの殺傷事件が。でその実はもうそのボーガンを扱ってるところが割とこのカランビットナイフを扱ってるんですね。そう考えた時に例えたに例ば ボーガンの規制が入る中で、まあ、例えばこういったカランビットナイフの必要性があるのかとかですね大型マシュレットが必要あるのかという批判的なものが必ず出てくると思っていますそうなった時にあのこれを機にですねちょっとあのそう考えた時にじゃあカランビットナイフをまだ購入をためられている方が あのいざ買おうとした時にですよ決心を固めて買おうとした時にもうすでに手に入らないという可能性がありますので是非ですねあの気づきのあった方は、まあ、正直言うとですね注文自体はできますんでただ実際その現物があるかどうかというのはちょっとまだ分かりませんでもそれは注文したことによって手に入るかもしれませんし もしかしたら手に入らないんですぐに違うやつに切り替えるということが、まあ、違うカラミットに切り替えるということができるかもしれませんそういう意味であのぜひお願いしたいということですねで、まあ、カラミットの,その有効性っていうのはあの持つと本当にわかりますあの特にあの弱者と呼ばれる女性とかですねあ,のあと非力な男性にとってはもう非常に有効な武器になります特にその大きな苦難の支流の武器は刃物なんで 是非ですねそのカランビットナイフを手に入れていただきたいと思いますねあの値段もですねあのピンから切りまでありますけども比較的こういったあのタイプでも5000円以下で買えたりしますで折り畳みですと例えば3000円台とかですね2000円台とかそういったのもありますしあの本当にピンから切りまであります ですけど、どれ買っても前も言いましたけども、あのー、損をすることはないです。で、1度手に入れるとさらに欲しくなるというのが、このカランビットの魅力だと思ってます。一本手にするとなおかつまだ他の種類が欲しくなるって言うぐらいの魅力があります。ですから、カランビットナイフはですね。まあ、非常に有効な武器であるということを考えるとまあ、大きなくなんでその自衛のためにですね。 ある程度の武装の中でそのカラービットナイフをその手にするっていうのは非常に重要なことだと自分は認識してますのであのー、選別を希望される方はですねまあ牧師はいいんです牧師は希望されてる方はす、ま、で、あ、に持ってると思いますので特にあと選別ですね選別を希望される方で、まあ、大きな苦を信じて下さって選別を希望される方は是非ですね、あのー このカランビットナイフのまだ購入をされてない方はしていただきたいと思います。ちょっとあの自分からのお願いです。で、今回このボーガンの事件があって、ものカランビットナイフと合わせてボーガンの取り扱いのある会社ってのは割と多いです。そうなった時にあの規制が入る可能性があります。このカランビットナイフの必要性があ,のあるのかということで規制が入る可能性があります。そうなった時にちょっと手に入らなくなってしまうので。 とにかく気づきのあった方はですね、もう今すぐにでもですね、あの注文していただけたらなと思ってます。値段はピンからキリまであります。まあ,あのいろいろまあ、リバートップさんとか山マトキさんとかで調べてもらえればありますけども、値段はピンからキリまであります。でこれはと思ったのもあれば、ぜひですね、あの注文して手に入れていただけたらなと思ってます。あの後悔はしないです。あの自分もこうやって。 1一本最初に持ったことによってもう何本もやっぱりですね欲しくなってこう手に入れてでもこの全部あの持ったことによってですねどれ,どれもあれですよ満足してます小さいのは小さいのでいいですし折りたたみは折りたたみでいいですでまた特殊な刃物の形状のやつはこれでまたいいですし一番まあシンプルなこのねタイプはタイプで非常に気に入ってますでとにかく一度ですね手にしていただいて あのその良さをですね実感していただきたいっていうのがその自分の中にありますでまあメッセンジャーとしてもぜひぜひあの選別を希望される方にはカランビトナイフを手にしていただきたいというのが願いですでまあ当然そのカランビトナイフを手にしてなおかつこういったサイルスプレーなんかもあの揃えていただければいいんじゃないかと思っていますまあ概要欄に書いてありますけども特殊警棒とサイルスプレーと カランビットナイフを持てばある程度の武装はもう完成したと思ってますのであとはあ実際手に取っていただいて少し練習していただければ、まあ、十分じゃないかと思ってます。あのーまあ、とにかく今回そのボーガンの事件が引き金となってちょっとカランビットナイフや、まあ、その先の例えばマシュットなんかでもそうなんですけどちょっと規制が入る可能性がありますので是非、あのー、購入を迷われてる方は即決めていただけたらいいんじゃないかと思ってます。 えー、本当にあの手に入れて後悔することはないんで、よろしくお願いしますえ、ね、今日は以上です。ありがとうございました。